拡張品マガジンを発見。レベル3だ。
はるなさん、こんばんは。こんばんは。今一試合やってます。蘇生されたんでやってます。頑張って。なんかたまにエイムがめっちゃいいんで、あとは立ち回りなんですけどね。たまにエイムがめっちゃいいんですか？たまにめっちゃいいですよ。あの、そう、感度変えたんで。いや、あの、毎回たまにいい時があるんですよ。なんか距離感が自分、今まで全然あの R99 リコイルってどんなんだろうっていう風の確認しなかったら確認しなかったんで、なんかリコイル右と左どっちでどれくらい揺れるのかって確認してみたら、ちょっと右上に上がるみたいなんで、なんか左下にやってみたらめっちゃ当たりました。あ、それで今まで当たらなかったんだってなりますね。そうなんだ。よかったですね。そうですね、よかったです、今日はなんか実験が終わって高校生になったばかりの子と遊んでました。わっちゃんのリア友です。あ、そうなんだ。無口なんですけどね、なんかめっちゃ無口、自分より無口でそれで、あの、なんか、エイペックスなんでごちゃごちゃするのがなんか好きそうで、なんか、訓練所で2時間くらい遊んでて、そうなんだ。それで、たまに、たまになんか、面白かったら笑ってました。わっさんがおしゃべりだから、その対比しゃべらないんじゃない？わっちゃんは、いなかったんですけどね、最初は。ああ、そうだ。他に遊ぶ人がいないんですか？それとも一緒に誰かと遊ぶんですか？今遊んでたんですけど、その人寝ちゃって。はい。全然遊んでくれないからいいかなって。ああ、全然遊んでくれないから頼んでも正当だみたいな感じですか？大丈夫です、全然。うのさん全然誘ってくれないんだもん。確かに自分ってあんまり実は誘わないかもしれないです。忙しいもんね。もう半分やってないです。月水金だけなんですけど。もう意味がないじゃないですか。そうですね、もうやってないですね。あ、最初に少しやらないとみんなでできないですよ、きっと。あ、じゃあ今度はモンハンやるって決まってきます。いつやるって。木曜日とかですよね、水曜日は。あー、でも水曜でもなんか昼間誰か空いてればいいのかっていう。わかんないけど、お友達やってないんですか？クラブとか、若い子やってるんじゃん。いや、モンハン、逆に、あの、若い人は、なんか、一回一回が長くてつまらないって言ってました。昔のやったことある人も、確かいたような感じで、その人たちは昔の面白かったって言ったよ。なんか、PSP だからこそなんか独特のゲームでしたが、なんか、なんか一緒くたに高画質になったゲームみたいになっちゃった感じなんで、多分つまらないと思うんですよね。すごくわかる。なんか受付嬢がなんか気に入られてなかったり。そうなんですか？好みですよね。そうなんだ。アイル、アイル。ああ、そうですね。アイルですか？アイルに名前も付けられるな。そうですよ。何してたんですか？覚えてるのはちょっとなんか、言ってみると、中二病っぽかったりするしますし、変に。だから、しかもそれ以外なんか覚えてないですけど、
なんか、うん、いい、とりあえずいい名前はつけてました。じゃあ違う名前をつけるんですか、そのことは。その子は普通に影って意味なんですけれど、うん、別に気に入ってたわけじゃなくて、あのいろんなアイルのうちの一匹なんで、ただのひどすぎる。いろんなアイルのただの一匹だったのに。いやそんな、全部アイルはアイルですよ。ねえ、かわいいよね。レッドの最近服とか変えられるか。そうなんですか。うん、かわいい。そういえばサードの時にはなんか、サードのスネーク、ソリッドスネークの服着て、なんかしゃがんだら一緒にしゃがんでくれて段ボールかぶったりしてましたね。そうだったんだ。なんかクリスタったの知ってる。あー、あのメタルギアソリッドピースウォーカーの音がするんですよ、音楽たち。はい、ってことは やったってことですね。あの、なんかアンコウのやつを倒すんですよね。だったよね、釣り上げ。あれ釣れますね、確かに。そうですね。え、どこでわかるんですか。時間。はい。まあ、3人なんですよ。偶然なんか多分蘇生とか入っておかげで時間が経ったからチャンピオンになれそうなのかもしれないですね。頑張ってください。もっとヘッドショット入れよう。いないなぁ。なんかその子はなんかバトルフィールを持ってたからやろうって話して、それでなんか全然返答がなくて、あれ受験勉強してるのかなって思ってた。受験勉強というよりなんか携帯やさったらしいです。バンドリが好きみたいですね。あー、バンドリ。バンドリって確か一旦一回入れたことがあるような気がするんですけど。やってないんだ。でも難しいで、多分難しい。でも難易度下げれる。そうですよね。無理しておしゃべりしなくてもいいんですよ。無理しあーいや敵がいないでおしゃべりしてるんですよ。簡単なんで大丈夫ですよ。よっしゃ、ヘッドショット入れた。よし。クレーバーですね。このハーベスターは登れるんだ、ここ。登ろう。よし。登った。よし、格差とした。よし、おいしい、おいしいぞ、ほんとに。今日は2回目のヘッドショット。今日は2回目のヘッド。うわっ、頑張れ味方。多分こいつ1人、あと1人。頑張れ頑張れ。
多分一人だ、仲間敵来てないから。あと一人、あと一人、金ノックか、多分金ノック。よし勝った、やった、ヘッドショット入れたワットソン、なんか仲間が誰も回ってなかったんで普通に楽に倒せました。かわいそう、そうなんだ。多分ハーベスターなんで登れないと思ってたんですよね、きっと。ハーベスターなんか、なんか登るところあるんですけど、あそこなんかいろんなところから登れるんで、弱いんです。